今日の話題はこちら。ツイキャスや YouTube でリスナーからの暴露や相談を扱っており、株式会社ありがたみという会社を経営している着物氏が契約社員の拒食さんに会社でパワハラを受けているとして、ホレコレさんに内部告発される。拒食さんは他の社員と2人でシェアハウスをしており、生活費は着物氏持つとのことで、拒食さんによると着物氏は拒食氏の部屋に勝手に入ったり、ベッドで寝たりしたり、拒食さんが睡眠薬を服用して体の自由が効かなくなっている時に、拒食さんのズボンを下ろし陰部を通話相手の女性にさらしたという性加害を訴えていたよ。着物さんは今回の件に対して、いつものノリじゃん、ネタじゃんって言ってるみたいだけど、確かにこれが友人同士なら悪ふざけの延長線上でのいじりかもしれないけど、経営者と社員に置き換えた場合、これっていじりになるのかな？普通に考えてさ、経営者が自分の社員が寝ている時に陰部を撮影して女性に見せたら報道されるレベルだよね。それで着物さんを支持する集団のことを通称和国と言うんだけど、和国の人たちも今回の件についてポストでお気持ちを表明していて、その中でも一番気持ち悪いなと感じたのがこれね。和国の人たちって自分が勤めている会社の社長に陰部を撮影されて異性にさらされるのも平気なんだ。というか、それ以上ひどいことされてんのなら未だに勤めてる方がバカでしょう。和国の人に聞きたいんだけど、いつも配信に出ない人を逃げるなと叫んでいる人が配信から逃げてることについてどう思っているのかな？これ以降、これから標的にされて配信に上がれと言われても準備中ですって言ってやればいいよ。あと僕は拒食って人も自業自得、因果応報だと思うんだよね。年末にとある女性配信者の家に行くというタイトルで配信を行い、その女性配信者を殴ってやるとの異常なまでの煽りや誹謗中傷をしながらドライブ配信してたんだよね。自分は今までいじめっ子グループに所属して生きて一緒になっていじりといういじめに加担し、それを認知して注意できる立場にいながら何もしない。でも自分がいじめられて標的にされたら、僕はいじめられていますと被害を叫ぶ。しかも自分にとって都合の悪い配信の録画はこっそり消す。そんな人に同情する価値があるとは思えないよね。いろいろ言ったけど、今回の動画で言ったことは全部ネタだからねってことで、ご視聴ありがとうございました。